ラーチャーブリー教区ラーチャーブリー教区は、大中西部にある、司教区。万国大司教区の属司教区。サムットソンクラーム県バーンコンティー群、タムボンバーンノッククーエーク、ムーナナに、司教座を構える。この司教区は3万1362平方キロメートルの面積を持ち、ラーチャーブリー県、ペッチャブリー県、カーンチャナブリー県、サムットソンクラーム県を管轄する。 2001年の時点で教区内の220万人の住民のうち15,246人がカトリック信者である17の小教区を持つこの教区は1930年に台南部及び西部の不況に責任を負うラーチャブリー独立教会が設立されたのに始まるこの独立教会は1927年に同地で活動を開始した サレジオ会によって運営され、パリ外国選挙会が行っていた、布教活動を引き継いだ。1934年に、ラーチャブリーチマキクに昇格。1941年にさらにラーチャブリーダイマキクに昇格。1965年に、バーンノッククーエーク教区に昇格し、1966年に、名称をラーチャブリー教区に変更。1969年に、 サレジオ会が運営するスラートターニー教区が分離し、民族系教会がラーチャブリー教区に残った。司教座制度はタムボンバーンノッククエーイクに、教区監督府はムアンラーチャブリー群に立地。ネイティビティオブアワーレディカテドラル司教座制度はサムトソンクラームケンバーンコンティ群、タムボンバーンノッククウェクの聖母聖誕大制度。制度は フランス語シック様式で建設され、フランスから輸入されたステンドグラスがはめ込まれている。上段の列にイエス・キリストの生涯が描かれ、下段の列に聖人が描かれている。1840年旧世帯の中国人、キリスト教徒の家族がメイクロ・オン・川下畔に移住。1 8 4年には二百人のカトリックコミュニティに成長し、現在の聖堂敷地にサーラーデン。 または、ルアン・ヤオと名付けられた木造の教会を建築した。さらに1850年に、マリン神父がダムヌーンサ・サドワック水路入り口の土地を購入し、教会に寄進した。1890年に、フランス人連動士、パウロ・サルモン神父が、聖母聖誕大聖堂の建設を開始し、1896年2月2日、落成。第二次世界大戦中。 窓ガラスが割れる被害があったが、1993年に修復が完了。1994年から1999年まで、プラリット神父により、大規模な改修工事が行われた。1965年以前のちま区大木区の監督者の地位は、司教代理もしくは、地牧であったが、名義司教の地位を持っていた。ありがとうございます。